ジェフクロスのフ・ジェフリー・ジョン。ジェフクロスのフはアメリカ合衆国オクラホマ州タルサ出身のレーシングドライバー。幼い頃よりテレビアニメスピードレーサーを視聴番組のファンとなる。また元 F1 ドライバーロニーバックナムの長女スージーと同い年であり幼少期より近所で育つ。小学校時代に同じクラスとなった際、授業の一環の中で スージーが、父のヘルメットとレーシングスーツを持参し、その仕事を紹介したことがあった。これ以後、ますますレースに興味を持つようになったという。1977年からは、F1 のアメリカ西 GP を観戦し、F1 ドライバーへの思いを強くする。1983年に、ジムラッセルレーシングスクールに入り、レース活動を開始。その後、フォーミュラ松田や、 フォーミュラーアトランティックに参戦した。1988年に来日し、全日本 F3000、全日本 GT 選手権等に参戦。1995年まで活動した。陽気かつ紳士的な性格からパドックでも人気は高く、特に参戦時に知り合ったエディアバイン、ローランド・ラッツェンバーガー、マウロ・マルティニーラは、親友として知られた。漫画家の菅谷・光とも親交が深かったという。 1996年、クロスノフは日本を離れ、アルシェロ、ウェルズレーシングから、トヨタの開発ドライバーとして、カート参戦を開始する。トヨタも彼同様参戦1年前であったことから、上位に食い込むことはできなかったが、懸命にマシンを走らせていた。自己次第11戦トロントのレース終盤、クロスノフは、エマーソン・フィッティ・パルディ、ステファン・ヨハンソンと、呪術なぎで走行していた。 95周で行われるレースの92周、クロスノフがヨハンソンを抜こうと挙動を変えた瞬間、ヨハンソンもフィッティパルディを抜こうと同じ向きに挙動を変えた。この結果、クロスノフのマシンの左フロントタイヤが、ヨハンソンのマシンの右リアタイヤに乗り上げ、クロスノフのマシンが宙を舞った。宙を舞ったクロスノフのマシンは、ヘルメット側からフェンスに沿って何度も回転しながら、砕け散り、 最後はコース脇に立っていた二霊の木に激突した。クロスの負は頭部に致命的な損傷を負って即死し、事故現場付近にいたコースマーシャル一人も事故に巻き込まれて亡くなっている。F1 への参戦を目標にしていたクロスの負だったが、叶うことはなかった。31歳だった。クロスの負の死を受け、マルティにはフォーミュラカーレースからの引退を決意。また、普段快活。 陽気な性格で知られるアーバインも、鈴鹿を走るために、日本に来たら、いつも、ローランドやジェフと六本木でバカ騒ぎをするのが、お決まりだったんだ。でもローランドはもういない。そして、ジェフも、もういないんだ。と発言するほどに落ち込んだ様子を見せた。事故の翌年、アルシェロ、ウェルズレーシングはクロスの負のヘルメットと、ザウの命としていた言葉ステイハングリーのステッカーを、マシンに貼り付けて、 シーズンを戦った。クロスのフが激突したニレの木は2002年にニレたちがレビオーにより切り倒された。しかし切り倒されることが判明した2001年頃より行われた募金活動により切り株は残されている。また、クロスのフと亡くなったマーシャルの二人の名前が刻まれたプレートが埋め込まれた。1994年4月30日。 親友の一人でアリコの年のルマン24時間レースでチームメイトになるはずだったラッツェンバーガーが F130 の GP 予選中の事故で高い。トヨタチームはもう一人のチームメイトだったマルティニに加えて代役にアーバインを抜擢しルマンに参戦することとなった。チームはレース終盤までトップを走行していたが残り2時間というところでミッショントラブルでストップ。 ピット出口付近であり、そのままリタイアかと思われたが、その際にドライバーを務めていたクロスのフがミッションに手を突っ込み、無理やり三速に固定して、再び走り出し、マシンをピットまで帰還させた。レーススタート前に、そのような事態に備え、メカニックから方法を聞き出していたのだという。優勝はできなかったが、最終的にはチームは2位に入賞した。TV 放送では、 アンドレ・リベイロも巻き込まれたように放送されたが、リベイロは事故の前を走っておりトラブルか、ミラーで事故を確認し、エスケープゾーンに避けた後、クロスの負のマシンのパーツが飛んできて、タイヤバリアまで押されている。ありがとうございます。